イギリス EU 離脱2周年記念とでも言いましょうかね、えー。ブレグジット2周年ということで、今日はスペシャルゲストをお招きしています。イギリスの方にもう何年だろうな、相当もう長い間在住されていて、えー、向こうで金融関係の仕事をずっとまあされている、まあ、大手銀行、泣く子も黙るスイス銀行とかね、まあ、そういうところにもまあいらっしゃった方なんですけれども、 えー、越境3.0チャンネルの前の動画を見たことある方で、えー、ご存知の方も多いんではないでしょうか。ということで、ちょっとスペシャルゲストをお招きしたいと思います。えー、松崎よしこさんでーす。どうもー。どうもどうも,どうも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 。どうもどうもどうも,どうもロンドン FX で有名な松崎よしこさん。これね、アマゾンのね、プロフィール、よしこさんのプロフィールからちょっと拝借してきたんですけど。そうなんですね。初めて見ますた。そうなんですよ。アマゾン .com。う,うん。 アマゾンの方に載ってるプロフィールをちょっと直接そのまま読ませていただきます。ありがとうございます、えー。1986年にスイス銀行東京支店入港。ディーラーアシスタントとしてスタート。1988年結婚のために都営翌年よりーバークレイズ銀行本店ディーリングルーム勤務。初の日本人 FX オプションセールスとなる。はい 1997年より米投資銀行メリルリンチロンドン支店で FX オプションセールスを務めた後、2000年に退職。はい、2003年から個人トレーダーとして FX や株式出動取引を開始。これ2003年じゃないな。うん、まあいい混ん、はい、でて。うん、そう、私適当に言ったんだと思います。すいません。あ、本当。まあアマゾンにはこう書かれてますね。はい、すいません,、うん。で、2007年春から自身のブログロンドン FX などを通じ、ロンドン初で日本のトレーダーに分かりやすく、はい、欧州の最新為替 関連情報を発信。えー、セントラル端子 FX、FDHAROFX、ガイタム .com など FX 会社でのコラム連載やセミナーのほかエンスパなど、マネーシエの機構、はい、読売オンライン、FX 攻略 .com、ZYFX、はいえー、ラジオ日経の番組など多くのメディアに連載登場している。はい、その、えー、論理的でわかりやすい解説には定評があり、ファンも多い。イェイもうすごい持ち上げているという。よしこさんの熱烈なファン多いですよね。 僕何人かに言われたことありますけど<え>え、松崎さんとお知り合いなんですかとか、えー。ありがとう。の日本人っぽくないって言ったら変な、だからこっちにあの来てるんですけど、うん、まあはっきり言って毒舌だからじゃないですよ。毒舌ですよね。だって今う、ツいッターそう言いました。あ,ありがとう <laughs> ありがとうなのかよくわかりまうん。 あまりそういう人がね、みんな割と当たり障りなく、それがまあいいんですけれども、日本に住む上では。でもそれだと、ちょっとね、自分らしくないんで。ロンドンのトランプとでもいいんですかロンドンのトランプは本当はボリスのはずだったんですよね。だからトランプ大統領ばりの割とね、毒舌というか、はっきり物事を言うっていうのが、それははっきり、よしさんのいいところだと思いますけど。ありがとうございますいいのか悪いのか、だから離婚したんでしょうけれど。 それぞれで置いといて。置いといて。はいはい。で、置いといてですね、ええそんなよしこさん、こちら、FX の流儀。ありがとうございます。YouTube チャンネルをされております。はい。で、僕もね、何度か、あの、出演させていただきまして。はい。また近々よろしくお願いいたします。ああ、こちらこそよろしくお願いします。で、よしこさんと一緒にやられているトモラニさん。はい。トモラニさんもまたね、結構な有名人で、FX 業界では。はい。この、 ま、あ女性二人で、毒舌のよしこさんと、それをなんか、どうどうどうと抑える、あ、そうですね。あ、そうですはいはい。そんな感じですけれどもね。あの、皆さんぜひ、この、よしこさんの YouTube チャンネル、FX の流儀の方も、あの、チャンネル登録して、え、世界の為替情報とか、ロンドン初の金融情報とか、お楽しみいただけたばと思います。はい。ありがとうございます。はい。でよしこさん、今日は、はいはい。ブレグジットですよ。 なんか懐かしい感じする、その,発語あの単語。ちょうど2年、もうね、2年ちょっと経ったのか。早いですね、苦労してますよ。で、そのブレグジットが良かったのか悪かったのか、はい、その辺からちょっと、まあ、よしこさんの、まあ、主観的な思いと、はい、あと、うん、イギリス国民はどう見てるのかみたいなお話を、ちょっと聞かせていただきたいなと。もともとは私は離脱には反対でした。うん だけれども、あの、そのいろいろ、その後、ブレグジットの交渉をしていく上で、やっぱりヨーロッパの非常に理不尽なアプローチの仕方に、ちょっと嫌気をさして、うんあ、あんなんだったら出ちゃった方がいいなと思ってるんですけれども、うん、実際に住んでいて、非常に難しい局面を何度も味わわされて、現在もそれが現在進行中です。うん、で、どういう難しいことかというと、まず一つ、食料危機。 これはその話はなんか前に、吉しさんに聞いたときに、いや、意外と大変なんだな、みたいな、うん。そうなんですよ。で、あのー、実際に食べるものがなくなったってことは何度かあるんですけれど、うん、それはやはりロックダウンと重なった部分が多くて、ブレキジットだけでなく、うん、それでみんながちょっと買い、買いび、なんて言うんです買いだめしてしまった、うん、で、それ以外としては、今一番苦しいのが、医療制度、労働市場、あとは、まあ、インフレ。この三つが一番影響を受けていて、 うん、例えば、あの、ヨーロッパ系の運転手さん、ほら、こちらの大型トラックの運転手さんの6割が東欧の人だったので、そういう人たちがもう帰っちゃって、うん、なかなか食料品とか物資がヨーロッパから来ないので、うん、やはり、まあ、受給の問題でどんどん値段が、普通の国以上にインフレが、まあ、加熱しやすい。これが一つ目。二、うん、つ目は、やっぱり医療制度で、お医者さんとか看護師さんがヨーロッパに帰っちゃって、 今ね、これあの、笑い話じゃなくて、例えば、ガンとかの、命に関わる手術で18ヶ月待ちなんですよ。うん、18ヶ月待ちうん。で、18ヶ月待てる人はいい人。うん。例えば、今日ガンですって言われた人は、もういつな、どうなるかわからない。あと、あの、本当に悲しい話なんですけど、えー、たまたま一昨日車で聞いたのは、うん。ロックダウンで学校に行かなくなって、まあなんか、いろいろあって、13歳の女の子が、うん。過食症になったと。 で、これはあの、完全にあの、精神科医の診察を受けなければいけない。もう、自殺密遂まで行くような子らしいんですよ。うん,う,んうん。だけれども、もうその、精神科医がいないので、あんまり、人数が。うん、だから、もう何度も自殺密遂したと。うんうん、で、13歳でどうにもならないということで、まあ、あの、この、プライベートの医療っていうのもあるんですね。お金さえ出せば。うん、で、私は一度ちょっと胃が痛くて、胃カメラを受けたい。いくらだと思います、<っ>プライベートだと。その代わり、来週受けられます。 カメラ、まあ、っていうからには高いんでしょうから、1>, うん、1万円とか、2万円とか、はい。はい、50万円です。50万円はい。48万6千円。その当時の、こあれで。へ<ー>だから、多分その子のあの、精神科医の、結局そのプライベートで精神科医をつけなければもう、本当死んでしまうということで、うん、親御さんも慌ててつけたんですけど、うん、もうこれ以上、あの、やっていくともう家を売らなければいけない。 うん、なのでっていうんで、その、例えばその癌とか心臓の問題だけでなくて、うん、あとはそのやっぱりその救急車で呼んでももう病院が足りないんですね。うん、で、救急車が救急病院の前に20代とかもう行列して心臓発作で亡くなるっていうことも結構ポンポン起きてるんですよ。うん、なので、これがやっぱりあの非常に大きな問題だと思います。そういう状態が何もコロナに入ってからずっと続いてる感じ 2>, 2, 年 ?2 年続いてます。二年続いてあ。だって私病院行けないんだもん。今血圧が高いから。うん あでも,も、血圧高い、生きてるんですよねって感じですよね、完全に。ああ、生きてるんでしょうん。まだ大丈夫じゃないですかね。うん、血管切れてからくだ来てくださいって感じです、本当に。血管切れてたらもうね、<laughs> もう、なんかそれで手遅れなんですけども、そういう状況で、やっぱりその、癌の方が手術できないっていうのは私、やっぱりこれ、あってはいけないことだと思うんですよ。あとはその、キモセラピーも受けられないし。うん、キモセラピーで一番長い人が8ヶ月待ち。うんこれ その間に結構なくなってるんですよ。あの、芸能人の人も含めて。うん、うん。だからこれが非常にひどいことである。それはあるさ、新型コロナで、やっぱり患者数が増えてるから、もう。増えたこと医療崩壊を起こしててっていうこと,ことうん。あとはお医者あの、お医者さんとか看護師さんが、ヨーロッパに帰っちゃったんで、帰っちゃっ,たんっ,ちゃってるですね。一生懸命今、アジアから、あの、なんて、輸入じゃないけど、あの、採用してるんですけど、やっぱ追いつかない。 うんイギリスの裏にお医者さんっていうのは東ヨーロッパから働きに来ている人が多いいや,いやいや、イギリスに多いんですよ。ただし、看護婦さんとか、やっぱり医療の関係者でヨーロッパの人はいます。うん、あそういうことね。うん、英国であのお医者さんというとほとんどがインド系ですね。うんうん、やっぱり勤勉で勉強するっていうので、インド系の人が非常に多い。でうもうそれは何人でも,もういいんですけど、白でも何色でも。単純、うん、にもお医者さんが足りなくて、それはやっぱりブレグジットと。 あのパンデミックが同時発生したことが、うん、これでブレグジットなければやっぱりヨーロッパのお医者さんとか看護師さん残っていてくれたので、もうちょっとスムーズに行ったと思います。かうんうん、だからコロナの時はスチュワーデスの人を看護師さんの代わりにお手伝いしてもらってたんですよ。うんへまあ、飛行機が飛ばない、CA さんやることない。うん、だけどやっぱりその お客様に対するアテンドに非常に優れているので、うん、その医療的なことはダメだけど、例えばその血圧を測るとか、うん、そういうトレーニングを受けて、うん、あ、これまずいなと思ったら一応看護師さんにやるっていう、その間に入る。だから CA さんはものすごい活躍されてました。うん、うん、なるほどね。うん、うん。でも、まあ、それさ例、例えば交通事故とかを起こして緊急の場合とかどうなっちゃうんですかいや、まあ、救急車待ちですね。その20代の、ま、あとこに並んでます。 うん、救急車が来るのを待つ。まあ、待つって言っても多分。あまあ、救急車が来てくれればいいっていうこと。一番長い救急車で翌日っていうのがありました。うん、全然救急じゃないですね、うん。救急じゃない。で、いざ来てくれましたっていう時に、うん、まだ生きていればそのまま救急病院に行くんですけど、うん、その20代並んでいる人で、どの人が一番深刻かで、うん、例えば交通事故でも足を折ったとかなんてもあ、足ですね。はい、一番最後に並んでくださいって感じだと。やっぱり心臓発作とかが最優先なので。うん 大変だな、うんあのね、これ、みんなジョークだと思うんですけど、これジョークじゃないんですよ。現在、<ー>進行形で起きてることなので。<ー>うん、だから<で>多分、うんうん。国民は、やっぱり、それに対して不満は起きるわけでしょ半端なく不満だって、家族が亡くなっていくのを目の前で見てるんですもん。<ー>うん、だから、あのー、 例えば、そのボリスたちがパーティーやってて、うんぬんって、そんなのやってる時間にもうちょっときちんとしろっていうのは、法<ー>を破ったことだけじゃなくて、うん、いろんなところで私たちうっぷんつま、たく、あの、溜まってるんです。うん。私なんかまだ多分溜まってない、その、ね、目の前で家族が亡くなったとかっていうのはないので、ただまあ、この通りでも亡くなってる人何人かいらっしゃるし、その、コロナだけじゃなくて、その合併症で救急車が来るのが遅れてっていうのは、 実際にいらっしゃるので、やはりも非常にたまりますよね、不満が。国民の不満がね、まあ、爆発寸前だと思うんですけど。フーリガンの国なので、いざ何かあるとすごいんですよ、暴動が。そうだ、暴動が起こすよね。もう、プロ、プロですから、フーリガンの国の怖いです、本当に。じゃあ、ヨーロッパの国、他の国と比べると、 やっぱりイギリスは EU 離脱っていうのがあった分、ね、やっぱり厳しい状況なんだ、他のヨーロッパの国と比べて。ちょうど悪いタイミングで重なっちゃったんですよね。うん、まあこれはあの政府を責めるわけにはいかないんですけれども、うん、やっぱりでもそういうことでぐず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 してる間にどんどん厳しい展開で、であとはまあ今はエネルギー価格の高騰で、うん、これも私も何度も自分の,の YouTube で言ったんですけれど、昨年の10月にちょうど日本にいたときに、毎月、ほら、 電気、ガス代、支払いのあれが、すっこーんと2倍になってたんですよ。で、どういうわけか、先月24、24%値上げしてて、うん、あれっていう。で、4月は一応54%平均でも値上げ決まってるんです。54%?、うん、これはもう決まってます。だけど、先月の24%は何だったのか、いまだにちょっと謎で。うんなんか見たときに、えなえ何これみたいな。 うん、だからもし来月も上がってるんだったらなんかあるんでしょうね。よくわかんないけど。まあ今ヨーロッパで電気代がね、高騰してるっていうのはあちこちで聞きますけど。電気ガスですね。電気ガス特。特にガス、あの、海外って、あ、うん、あの、多分あの、ドイツもフランスもみんな同じだと思うんですけど、お湯を沸かして家中暖かくしてるので、うん、お湯を沸かすガスが値上がりされるともう終わりなんですよ。 で、あの、英国でも、その、あの、電気、ガス代、貧乏っていう、あの、英語、あの、発、あ,あの、単語があって、うん、自分の月収の3割が電気、ガス代っていう人が結構増えてきて。う3割三、うん、割、かなりですよ。そうなると、やっぱり子供が寒いっていうと、もう湯たんぽ抱かせて布団に入らせるとか、あとはシャワーを浴びる回数を減らすとか、うん、あとはもう本当に暖房はもうみんなでもう、まあ、 ストーブを囲んでって言っても、ストーブは今度電気代かかるんで、うん、結構発砲下がりですねで。その状態の中でウクライナ問題とかがあって。もうウクライナ、悪いけど、あのみんな、あのもちろん今日もボリス、あの、ポランドまで行ってますし、うん、ただ悪いけど優先順位からすると、うん、明日それで死ぬよりも自分で病院行けなくなって死ぬ確率の方が高いんで、ねうん、だけどあの非常に重要問題でもう、 BBC でも、ねうん、一面であのやってますけど、英国の場合はウクライナからの輸入は少ないんです。うん、やっぱりノルウェーから来るのがメインなので。あ、ノルウェーから来るのか。うん、あとは北海油田の部分のうん。なんか10年前ぐらいはなんかカタールが一番の英国の輸入先っていうのは私自分で調べた記憶あるんですけど、うん、今年調べたらノルウェーが一番でしたね。あとは北海油田。ロシアからは入れてないのか。ロシアからち,ちょっぴり来てる感じです。うーん うん、ただやっぱり。ロシアからドイツに行って、ドイツからイギリスに行ってんのかないや、ドイツには来てないです。あの、ベラルーシ経由では来てますけど、うん、今ほら、ノルドストリーム2は先週バイデンさんがもういらないとか、やめたみたいに言っちゃったので、うん。うん、うん。そんな感じで、やっぱりノルウェーが今、もうノルウェーには足向けて寝れない状態ですね。そうか、はいあ。じゃあ、ま、まだまだあれか、ドイツと比べたら、ロシアとか、そのノルドストリームの影響っていうのは、イギリスはそう大きくないのか。ただまあ、値段は、 ヨーロッパの中、なんかあのね、チャートを誰かが作ってくれたんですよ、エコノミストのおじさんが。うん、そうすると、ドイツが、例えば、今までゼロだったのが50上がると、うん、電気ガス代で、フランスが34ぐらいなんですよ。うん、イギリス160。うん、だからもう、やっぱり私の値段がどんどん上がるのは、きっとそれで、フランスとかドイツは英国の3分の1も上がってないと思います。あ、本当まだ、これだけ騒いでても。うん。うん。だからきっと、 ねそれこそノルウェーが大きく値上げしたのかもしれない。うん,うん、そっか、ノルウェーから来てるんだ、ね、そうなんですイギリスは。一番はね。はあとはやっぱ北海油田のウエートも非常に多くて。うん、あとね、どこだったっけかなでもロシアじゃなかったですね。うんうんえ。イギリスってその発電所っていうのは、何で発電してるのが一番多いんですか、割合として。あの、今はものすごく風力によっていて、 風もなんかなくなったんでしょそう、吹かないんですよ。吹かないんですよ。風吹かないんでしょうん、今までなんか家の屋根が飛ぶような風吹いてたんですけど、実際にうち飛んだんで、屋根が。そうなんだ。うん、私が日本にいる間に。で、全部水が漏れて、いまだに天井、こんな大きな穴ありますよ。だから工事が来月から入るんだけど、一番は今力入れてるのは風力。それ以外はやっぱ原子力ですね。あ、原子力。はい。あとは北海油田。 うん火力発電所っていうのはやっぱり抑えてるわけでしょきっと。そうでしょうね。私もそこら辺ちゃんと今度あの、ね、フォローしないといけない、チェックしなきゃいけないんですけれども。うん、なので、あの、例えば日わヨーロッパは、うん、反原子力のドイツと、うん、まだまだ原子力のフランスが、こういう感じで、英国はもうそういう議論さえ起きません。 待ってます。